宿便とは、便秘により、腸内に長く滞留している糞便のことである。必要な場合には治療として浣腸などが行われる。滞留瓶とも呼ばれることがある。消化管運動の異常により、瓶が排出されず大腸内に滞留している状態。国語辞典には、宿便排泄されないで長い間、腸の中に溜まっている、糞便等と記載されているが、宿便は、 医学の専門用語ではない。健康法や健康ビジネスに関する一部のウェブサイトや書籍では、便秘でない人も含めて古い糞便が 3kg マイナス 5kg も腸壁にこびりついていたり、腸の安曲部に滞留したりしていると主張し、それを宿便と呼んで、デトックスによる排出を進めるものがある。これに対して、そのような意味での宿便は、 大腸の内視鏡検査や X 線撮影でも確認できず医学的にはあり得ないとする医師の見解も多い。医学博士の高田光雄は維持試案と断った上で宿便の定義を胃腸の処理能力を超えて負担をかけ続けた場合、腸管内に渋滞する排泄内容物を総称したものであるとしている。高田によれば腸管には 約100種類の腸内細菌が100兆個ほど生息し、酵素を出し分解しており、さらには、腸管の粘膜は3日に1度くらいの割合で、生まれ変わるため、腸壁にいつまでも瓶がこびりつくことはない。しかし、腸は、処理能力を超えて食べ続けると胃腸が伸びて垂れ下がり、横に広がったりする。このため安定が悪くなり、癒着が起こり、癒着部分は変形し細くなったり、 ねじれたりする。そこに、食物残子が引っかかり通りが悪くなって、宿便となるが断食で排出されるとしている。腸管の気質的の異常原因と、気質的な異常はなく機能低下により滞留している状態である。便秘の治療方法に順じ、気質性の異常が原因となっている場合は、気質異常の原疾患に対する対象療法。機能性便秘に対しては、 瓶をためない、生活習慣への生活指導を行う、便秘薬などの内服薬が治療の第一選択となる。ありがとうございます。